ジョニー・リード・ジョン・エドワーズはアメリカ合衆国の政治家。2004年アメリカ合衆国大統領選挙での民主党の副大統領候補であった。1953年6月10日にサウスカロライナ州セネカに誕生する。クレムゾン大学で学んだ後はノースカロライナ州立大学で学び、さらにノースカロライナ大学チャペルヒル校で法律を学ぶ。1978年より、 法廷弁護士となった。1985年には出生時に脳性麻痺を患った子歳児を原告とする医療過誤訴訟の原告代理人となり、賠償金650万ドルの賠償評決を勝ち取る。この評決について裁判官は証拠に乏しく感情的であり、行き過ぎとして賠償金減額を命じ、これが全国報道されてエドワーズの名も知られることとなった。 1993年には共同で弁護士事務所を開業し、製造物責任訴訟などに携わる。1998年に、ノースカロライナ州選出上院議員の民主党候補として出馬し、共和党の現職候補のローチフェアクロースを破り、当選した。政治家としては貧困対策、国民皆保険制度、住宅取得補助、不法移民の市民権取得。 妊娠中絶や同性婚の権利擁護、地球温暖化対策などを主張した。2004年アメリカ合衆国大統領選挙では、ジョン・ケリーと組んで副大統領候補となったが、共和党のジョージ・ w ブッシュ大統領と、リック・チェーニー副大統領に敗れた。エドワーズの地元のノースカロライナ州も落としている。大統領選挙一般投票と同日、投票日であった。 上院改選には出馬せずアースキンボールズ候補を後継として支援したが、こちらも共和党候補に敗れた。2006年12月27日には2008年、アメリカ合衆国大統領選挙への出馬を表明した。しかし民主党の予備選挙では、バラク・オバマとヒラリー・クリントンの争いに埋没し、予備選挙カワキの2008年1月3日の、 アイオワ州党員集会では2位につけるものの、その後は3位となることが続き、1月30日に撤退した。3番手候補のエドワーズの挙手が注目されたが、当初はどの候補への支援も表明しなかった。予備選挙の形成がまだ定まっていなかった5月14日に、オバマ候補支援を表明。オバマの予備選挙勝利確定後には、 副大統領候補選考の最終リストに挙げられたが、最終的には、ジョー・バイデンが副大統領候補に指名された。2008年に、私生活のスキャンダルを認める。2011年には、スキャンダルもみ消しに、政治資金を流用したとして、刑事訴追を受けたが、一部無罪判決を受けた後の2012年6月に、訴追は取り下げられた。2014年に弁護士業務に復帰する。 2019年現在は、娘のケイトと共に、2011年3月の東日本大震災の際に、友達作戦に従事して被爆したアメリカ軍兵士23人の集団訴訟に携わっていると報じられている。学生時代に出会ったエリザベス・アナニアと1977年に結婚。ウェードとケイトという二人の子供を儲けるが、息子のウェードが16歳の時に交通事故で死去。 夫婦は再び子供を持つことを決め、エリザベスが49歳の時にエマクレアを、51歳の時にジョンを設けた。一家は現在ノースカロライナ州オレンジ郡に住んでいる。2008年8月8日、疑惑が取り沙汰されながらも否定を続けていた愛人スキャンダルについて認め謝罪を行ったが、隠しも疑惑については全否定した。しかし二千十年一月十一日、 ナショナル・エンクアイアラー氏の取材に対し、隠し子の父親が自分であると公式に認めた。その後、32年間連れ添ってきた妻エリザベスと離婚を発表した。しかし、離婚はしたもののエリザベスとの交流を完全に断ったわけではなかったようである。2010年12月6日に、エリザベスが長年続けてきたがんの治療を中止したことが公表された際には、 余命数週間と宣告された彼女のそばに、エドワーズも子供たちなどと共に付き添っていることが明らかになった。エリザベスは治療中止が公表された翌日の12月7日、乳がんのため死去した。httpwww.reuter.com ア,アーティクル、アイダスター 6965p201127 友達作戦で被爆した。 米兵23人が、がんに、米連邦地裁は、米兵の訴訟を却下ヤフージャパン、ニュース2019年3月10日、ジョン・エドワーズ前議員夫妻が離婚、婚外し認めた直後か CNN.co.jp2010 年1月28日医師からがんが、肝臓に転移しており、これ以上治療を続けても、治癒の見込みがないと宣告されたため、 エリザベス・エドワーズの癌治療中止公表について報道する CNN 政治犯によるニュースブログポリティカルティッカーの記事閲覧エリザベスの死去を伝えるワシントンポスト市電誌版の記事閲覧ありがとうございます